はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。決勝ラウンドクリアしたところですね。で、ナルミが謎の力を手に入れてスーパーサイヤ人に変身したところからになります。ナルミくんが、なんだあれは、これはどういうことでしょう。ナルミ選手が現れた2つの球体を手にした途端、黄金に輝く姿に変化してしまいました。だからスーパーサイヤ人だって。ぐおー、あの文献にあった一文、黄金をまとう、これのことか。ガラガラビシャーン、力が喋ったぞ。力が体中にみなぎってくる。オメガ書いてあるこれが究極の野球能力か。なんでお前か、究極なんてどうでもいいって言ってたじゃないか。俺はお前に二度も負けた、もうこうするしかないんだ。うおー、ランブルフォール、フェンスにめり込んだ。ボールから何か出ましたよ。オメガの文字のように見えましたが、これなら勝てる。なるみ、そういえばこの姿って、ええ、光を失うはずです。あったぞ、文献によるとあの石像は。なんで石像の話になるでやんす。黙って聞け。2つの玉は、あの石像は、メインゲートの石像たちは、2つの玉を掴んだものの慣れの果て、光を失うっていうのは石像になるってことでやんすか。石像か、お前に勝てるのならどうなっても構わん。何を言ってるでやんす。そんなのいいかもなっていいわけねえだろ。固まっちゃうんだぞ、石になっちゃうんだぞ。思い出した、大丈夫です、多分勝てば元に戻ります。こんな時にふざけるなでやんす。それ最初に読んだ時はよく分かりませんでしたけど、そうだ、せつの今のこの状況ならわかる。これは黄金をまといし者を元に戻す方法だ。成美君と勝負して勝てばいいんだ。6300円しかないよ。物買えるの。身の毛もよだつ、日本一の神々しい、神々しい王様、キング、一緒だろ、貴公子。試合か、アイテム持ってないよ、無理だよ。キャッチャー、サブポジ適性がつくんだ。じゃあ能力を見ていきましょう。そんなにね、強い能力にはならなかったね。これもランク上げられないんで、じゃあちょっとやっぱり特殊能力に回しますか。じゃあ初級取っとこうか。まあせっかくだからヘッスラも取って、あとは打ちはちょっといいかな。送球もいらんし、まあ多分勝てばまたポイントが手に入ると思うんで、とりあえずはこれで止めておきますか。チーム状態、選手データ、いやこれマジ勝てる気しないな。鋼のスタミナがな、ダメだしな。だってアイテムないっしょもうこれしかない。まあいいや、やるか。330AAAA ナルミオメガレジェンズ、俺と勝負しろ、メカミックス。私熱森宗敦、先ほどナルミ選手が投げたあの強烈な変化球に勝手に命名しようと思います。オメガランブルフォール、どうですか皆さん。どうでもいい明日からナルミはいないんだな。カキーン、メカミックスがまた打った。もう一緒に野球できないんだな、ナルミ。カキーン、クソ、ミカミックス、俺の球を。カキーン、すげえ、ホームランだ、逆転したぞ。なんだあいつ、嬉しないか、ナルミ。あの時みたいに泣いてられないぞ。俺の力でナルミを元の姿に戻すんだ。おお、ナルミ、やっぱり泣くみたいな。お前に勝つ、俺はお前に勝つ。おお、俺に勝つだと、俺を見てもそんなことが言えるのか。え、なになになに、彼らが相手か。究極の野球能力を得た者たち、相手が誰であれ絶対に負けん。レジェンドが相手、勝てる気がしない。あいつらはおじいさんだみんな何千歳の超おじいさんだ。よぼよぼだし、皮なんて伸び伸びだぞきっと。そんなやつらに負けてたまるか。ミカミックス、俺たちもいるぞ。誰、あ、君たちね。
ああ、こいつら。どっちかっていうと、こいつらも一緒に戦ってほしいな。負けたみんなが俺たちの応援を。熱いですね。勝てそうな気がしてきたでやんす。そうか、俺もう負ける予感しかしないんだけど。あ、ひぶし銀とかね。なんもないもんだって。なんももうアイテムないから無理だよ。矢部くんのやる気もないし。オクト、カトル、セプテム、ナルミ、ピアーチ3。試合設定とかじゃないから、オプション設定でも見れないから、まあこれで、あ、しまった。ピッチャー見んの忘れた。鋼、死んでる状態で出るのか。まあでも頼れるのは鋼しかいないからね、うちのチーム。視聴者の皆さん、この殺し屋、とんでもない事態となってしまいました。夢でも見ているのでしょうか。石像が、あのレジェンドたちの石像が動き出しております。究極の野球能力とは我々の想像をはるかに超えた代物のようです。その力を得たナルミ、いやオメガナルミのもとに古のレジェンズが吸い寄せられるように集まってきているぞ。今まさにナルミレジェンズがスタジアムに降臨してしまった。立ち向かってくれ。いやー無理だな、オクト。これはスコアか。野手データ、オクト。流し打ち内野安打。切り込み対象持ってる。足が速いね。カトル、ミートが高いね。芸術的な投げ打ち。セプテム、恐怖の満塁男、フルヒッターか。チャンスに強い。ナルミ、いやー、これ異常でしょう。伸び切れ、牽制、勝ち運、威圧感持ちから精密機械ね。スタミナは抜群だな、606欲しい。ん？野手能力は普通だった。で、ピアーチ。パワーヒッターか。3。ファースト。アーチスト、広角打法、固め打ち。いやー、勝てる気しないね、これ。これ無理だ。高速レーザー、ただ A、ただ S か。守備職人、ストライク送球。いいね、遊撃手。こんなやつマジで欲しいわ。球界の頭脳。うん、これ無理だ。とりあえず、まあ、頑張るだけ頑張って。おお、待て、いきなり打たれたな。これはちょっと送ってくるか。これどうやって牽制投げるの。牽制の投げ方が分かってんだけど。操作説明。ノーアウトランナー1塁。あ、ちょっと待って待って、投げてきたよ。初球から送ってきました。まあいいや、走ってきたわけじゃないし。アウト。カット。送りバントを決めてきます。初球はチャンスも来た。初球はすっぽ抜け。もう余計な力が入ったか。よし。アウトコース高めいっぱいストライク。テンポよく投げていこう。もうこれは先制のピンチ。おお、ヒット。まあ、初回の1点先制はいつも残れたからね。よし、よく1点に抑えた。やべ、やる気がなさすぎる。574。投げました。初球を打った。ゼックス、ダイレクトでボール。さあ、初球。これがランブルコールか。鮮やかに決まります。投げた。インコースのボール、結構カクッと落ちるね、カクッと。さあ外してくるのか。これはカーテボール。ワンボールツーストライク。さあ次は何で来るか。打ちました。球が飛んでいかないね。ここは守備に阻まれます。さて、まあミカミックスは普通に強振狙いでいきますか。ランブルボールはちょっと打ちにくいね、さすがに。打ちました。茶返し破った。さてここで日野だな。うちの頼れるべき日野。さあ1球目。うおー、ちょっとだけ早かったか。第2球は上がってしまった。センター前に出る。センターポジションめっちゃ上がったな。あれで3つ目のアウト。チェンジです。鋼、ちょっとやる気がないから、これはミート打ちがいっていこう。よし、いいね、抜けた。
でもな、ここからがな、下位打線がね、本当にね、きついんだよね。やっぱりストレートに狙いを絞っていった方がいいけど、カットボールか、カットボール持ってたね、そういえば。カットボールでもいい気がする。よし、頑張ってくれ、下位打線。ミート G。あー、これはでもちょっと、え、今のもしはレーザービーム、かっこいいね。どうだ、これはよし。ただ無理にはいけない。下位打線で頑張ってるね。このランブルフォールはちょっと、手を出さない。153キロで落ちるのか。カーブを入れてきたか。おお、怖い。ちょっと無理だな。さて、ここで矢部君のやる気がなく、しかもチャンス F。よし、ナイス、さすがやべえ。とりあえず1点返して、さて、ここから小田切君。さらに勝ち越しのチャンス。さあ、攻守高打の小田切の打席です。しまった、まあしょうがない。変化球抜群に切れています。投球これから3球目。ちょっと無理だな。さあ、勝負して、これはでも外してきたよね。仕留められるか。打ちました。ダメか。まあ、とりあえず1点返したと。オクト、ここでバッターボックスはオクト。インロー、よくてストライク。まずは入れてきました。よし、際どいとこに投げ込んで下見ていこう。カウント1ボール2ストライク。おっと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 。さあ、次は何を投げてくるか。インコース、待って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 、ライト前キー。うわー、無理だ、取れん。セカンドへ放り投げる。オフト、ツーベース。ヒーローズリンチを迎えます。もうこれさ、投げになったら無理だよね。まずは、あ、牽制、両手投げたんだ。さあ、初球バットを出しません。もう低めに攻めていきます。さあ、3球目インサイド見送ってストライク。投げました。ちょっと失投が多いよ。打ったー、レフト行った。ヒットになります。無理、走ってきやがった。しかも続いて二塁ランナーもホームイン。レジェンズ2点入ります。さあ、カーブ、三つ、キャプテンがバッターボックス。打った、初球打ち。どうだ、初球打ち。よし、二塁行けねえかな。あ、行けたかな、どうだろうな。そこで日野、お前の力を見せてくれ日野。でかいね、日野の足ならばいけるはずだ。 OK、 ハーガネ、お前に任せるしかない。ウエスト、しまった、危ない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 。警戒するね、さすがに。おっと、全力ストレートがやっぱり合わせづらいな。ほら、どうだこれは。鋼くんナイスだ、逆転スリーラン。よーし、4対3。まだまだ。おっとっとっとと、もうちょっと上手くね、なればね。カーブ見送って、やっぱり打って点を稼ぐしかない。これは無理。点を取られるのはもうしょうがない。打ちました。あれは内野フライ。いやー、無理か。ラウンド後方掴みました。そしてこれを抑えないといけないんだよね。もうすでに塁に出てるし。真ん中決まってストライク。まずは決めてきました。おお、待て、危ない危ない危ない。ファール。外れた。ボール。
ちょっと外してこう。で、シンパーを。うわ、カッキーンっていった、これ持ってかれた。これはもう鋼無理だな。さて、こっからやべ。うわ、抜けない。とりあえずゲッツーになったか。やべ、ヘッツラ持ってなかったっけ。今の高めとかちょっと細かい修正ができなくて打てなかったな。ダンブルホールちょっと無理くり合わせてみたけどダメか。日野、癖の強い勇者っていうか普通に勇者だよこいつは。ちょっとカーブを下に投げてくるようになったな。高く上がってます。上げてしまっている。取りました。これでワンタスバルになってるし、でもまあ絶好調だからね。投げました。持ってこうと思えば持ってけるか。第2球投げた。カットボールはもうほぼ曲がんないな。さあ3球目、よし、ナイス。いやー、レーザービームすげえな、やっぱり軌道が。S だしね、肩。どうだ、よしよしよし。またこの下位打線で頑張らないといけないのか。やばいやばいやばい、来た。ゲッツーだー。そう、スケスケゴーグルさえあれば。結局3点差か。代打中井君が出たか。投げた。カーブはボール。これは外れます。投球これから2球目。これはでも入ってこないよね。カウント2ボール。投球これから3球目。打った。ファースト前方のフライになりました。3取りました。これでワンアウト。さあ、そしてバッターボックスはここまで2安打のフォード。結構打ってるね今日東堂ちゃん。ああ、ちょっと振り遅れたな。さあ3球目、ダンブルホールは無理。見送ってボール。2-1バッティングカウント。投げました。打ちました。うわあ、守備範囲がなかなか広いな。さあ、我慢のできる男由良慎之助がバッターボックス。投げた。打ちました。カウント2ストライク。怖い。これは、あ、ギリギリか。入ってきたか。最後だな。3点差をさあ繰り返すために。ダメだ。ここで終わるのか。ヒーローズ、うん、終わるなこれは。攻めてきますがわずかにボール。これはオメガランブルホール。見送ってボール。カウント2ボール。まあ、落ちる分ね。打ちました。ボールになりやすいっていうのがあるからね。これはスタンドに入りそうです。スタンドに入りました。ファール。投げました。カットボール。見送ってボール。これは最悪塁にさえ出てくれればいいからな。打った。ピッチャー返し。無理か、抜けないか。今拾った。やべ、投げました。これは見送ろう。いいボールだ。変化球が切れています。投げた。これも無理。これは見送ってボール。投球3球目。投げた。ダンブルフォールか。打ちました。ファールボール。ボールカウント1ボール2ストライク。うわー、決められた。ヒーローズ力尽きました。ガハ。全てが空回りってひどくないか。オメガナルミに打ち勝つことはできませんでした。以上、歴史的一戦の模様をお届けしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。敗戦、残念だったでやんす。負けたでやんす、ナルミ。うわー、ナルミー。
俺たちは向け、ナルミは石像と化してしまった。ゲームオーバー厳しいね。キャッチャーはいいや。アイテムを購入します。プロテイン13,500円もすんのこれ。1上げるのにさ、めちゃくちゃ金かかるね2上げるのにめちゃくちゃ金かかるね。17,000円か。どうしようかね。ミート成長バット、ミート上げやすくなるって何？これコツがもらえるってこと？もしや。じゃあとりあえずプロテインだなプロテインしか買うのないからね、そもそも。まあ、力でいいや。じゃあ1個購入使用して、てかさ、上げた後で使った方がいいよね、よくよく考えたら。能力アップ、無理だなこれは。まとりあえず体当たりとかってこっちやるか。50くらいで取れた気がするんだけど、あれが足んないか。あ、体当たりなくね。あ、体当たりねえわ、禁止になったからかなまあこんな感じか。まあ初回だししょうがない。はい。なるみがチーム編集で使えるようになりましたと。お気に入り選手を指名できるようになりましたと。チームメイトとして連れて行きますと。いいねそれは、お気に入り選手設定。どうしようかね。やっぱピッチャーだよね。日野くんもね、いいっちゃいいんだけどね、ピッチャーだな。やっぱり鋼を中心にスタミナのあるキャラでいきましょう。すれ違い通信でやっておきますと。おいいね、オンにしよう。オリジナル選手をセーブしています。はい、というところで、まあ、最終戦ね、勝つことができませんでしたけれども、なんか次初級でやって最終戦だけやっていこうかなと思います。というか、あとちょっとね、もう少しみんなのねレベルを上げれば、勝ちやすくなると思いますので、ちょっとだけやり込んで、また実際動画を上げていこうかなと思ってます。じゃあ今回のミカミックス育成はこれで終了したいと思います。長い間最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の選手でお会いいたしましょう。バイバイ。